軽井沢から車で北へ進み30分ほどの位置にある群馬県のキャンプ場です。コテージキャビンテントサイトアサマヒュッテでは無料で Wi-Fi を使えるのが嬉しいポイント。コテージやキャビン、テントサイトはそれぞれ12から17種あり、目的や好みで選びやすいですよ。茨城県内最大級の公営キャンプ場。広い敷地内に様々な規模のグリーンハウスやケビンコテージが点在し、ちょっと早起きして美味しい空気を思い切り吸い込みながら散策するだけでも自然が満喫できます。レンタルマウンテンバイクで旅行村の周辺をゆったりとサイクリングするのもおすすめです。日帰り BBQ からキャンプコテージグランピングで宿泊もできる農園リゾートザファーム野菜収穫体験、火起こし体験、ジップラインキャンドル作り体験など様々なアクティビティも充実しています。また施設内はペットの入園可能、宿泊もできるのでペット同伴可能な施設を探している人におすすめです。キャンプの他に、グランピングやバンガローなども楽しめる埼玉県のキャンプ場です。女性専用のアウタールームやシャワールームも設置されており、女性キャンパーも快適に過ごしやすいのが魅力。利用料金はシーズンによって異なるため、事前に確認してくださいね。前日光の古き景観の中に佇む、北欧和テイストのグランピング施設です。鹿沼の食材を使った BBQ や朝食を満喫し、星空を見ながらゆっくり焚き火を眺め、温泉に浸かる特別な時間が楽しめます。渓流沿いのテントサウナで心整える体験も可能です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。